腕と胴体の隙間、ここですね。フィギュア制作にあたって必ず出てくるこの隙間をね、埋める作業をしたいと思います。隙間を埋めるのはですね、このタミヤパテか、いわゆるラッカーパテか、エポキシパテですね、このどちらかでやることが多いんですけれども、大きい隙間は僕はこっちのエポキシパテで埋めてしまうことが多いです。そしてそのまま服のシワにも、そのまま対応させてしまうという感じが多くて、まあ、ごくわずかな隙間とか凹凸を埋める程度にこっちのパテを使うことが多いです。で、埋める前にですね、一回資料を見て、その服がそこにつなぎ目があるのかどうかということは把握した上でね、やった方がいいと思います。ウールの服の方ですね、はここにこういうつなぎ目があるんですね、縫い目があるんですね。ですので、まあそのつなぎ目も綺麗に接着できた場合はそんなに埋めなくてもいいという形になるんですが、今回作るような迷彩のヤッケですね、これを着てる場合はですね、ここにね、つなぎ目がないんですね。ここを見たらもう全くつなぎ目がないんですね。で、どこにつなぎ目があるかというと、このここに脇の下とここにこうずっとつなぎ目がこういうふうにあるんですね。まだねすごくベタベタしてる状態なんですけども、この状態が、こういう貼り付けの作業にはちょうど良いので、このベタベタの状態でねやります。で、爪楊枝を用意しまして、爪楊枝の先に水をつけて、これをこうキュッと、あまり水がねつきすぎてるとプラスチックとパテの間に入り込んじゃって乾燥後にポロってなっちゃうんで、ちょっとずつ手で水を減らしながら、ギリギリの範囲内でやっていくといいですね。こんな感じですね。で、先ほども言いました通り、つなぎ目がないので、このシワをちょっと意識しながらですね、既存のシワを意識してちょっとこうモールドをつけていくと。で、もうそのまま爪楊枝でですね、例えばこういうところをこうキュッと押すと、こうですね。で、こっちも押すと。それでここも押す。もうほんと既存のモールドをそのままトレースして、それを伸ばしていくみたいな感じですね。で、シワのないところはもう無理してつけないようにあまり僕はしてて、下手くそがそうやってつけると絶対なんかうまくいかないんですね。やっぱりプロの原型師さんが作ってるシワの方が理にかなっているとか、やっぱうまいんですよね。あんまり無理なシワをつけるとね、違和感がすっごく出ちゃうんで、もうあんまりやらないようにしてます。筆に、平筆とかでいいんですけど、このナイロン系の腰のある筆ですね、これに水を、まあこう水をねつけまして、まあ、ベチャベチャさしてるとあれなんで少しこうはたいて、で、これでこう慣らしていくんですね。この作業をしますと、その細かい凹凸が取れます。ちなみにさっきつけたシワも取れちゃうんですけど、まあ別にそれはそんなに気にしなくていいので、大まかなシワをつけただけですんで、本気のシワはまた後でちゃんとつけるというつもりでいるんで、この時点ではそんなに気にしなくていいと思います。で、こう筆でこう慣らしていくんですね。こうするとこういうね、細かいこういうところとか、こういう細かいところにもギューッとパテが入り込みますんで、いいですよ。